こんにちは、今回はやっとですね、マセキを装着することができるようになったので、そちらとあとは、全体的な装備を見ていただいて、プロの方、上級者の方に、意見をもらいたいっていうのと、あと、オプション変更、すごい、チケットがあるので、それを全部使って、全部っていうか、納得のいくまで使っていきたいなと、思ってます。じゃあまずちょっと、やっと魔石がその SSS のね、宝石が5つ揃ったので、そちらちょっとつけていきたいなと思います。で、どれくらい上がるのかな、14万ぐらい戦闘力いくんかな。ちょっとつけてみるか。宝石管理、あと宝石とか、ちょっと後ででいいか。とりあえず魔石作りたいと思います。黒曜石の魔石を変換すると、こんな感じかなじゃあ初めてやるかよくわからんけどな。これで魔石ができるんですよね。とりあえず黒曜石で作って、いやーこれほんと苦労したわ、魔石作るの。やっとやな、ほんまこれでどれぐらい上がるのかやな、まず。どうやってやるのこれ。とりあえずこれに魔石、違う、魔石をつけて、あれ、そうか、防具かちょっとこっちか。宝石管理で魔石を、あれ、魔石がない、あれ、そうか、これかこれをつけると、13万8000からどれぐらいなのかちょっと気になるな。つけて、防御力の 5% 攻撃力増加、これで14万6000か、結構上がったな、8000ぐらい上がったのかな。で、ちょっとこれからね、今回上級者の方に見てもらいたくて、正直私だけじゃちょっとよくわからないので、ちょっとまず宝石ですよね。オプション変更はもうやるんですけど、宝石がちょっとさらっとこう見せますと、こんな感じで、あるんですけど、入れ替えたら、なんか体力よりもやっぱ防御力全部埋めた方がいいかな、ちょっとよくわからないので、ちょっと教えてもらえると嬉しいかなと思います。はい、こんな感じです。15万ぐらいまで上げたかったけどな。とりあえず体力がバカでかいですね、私の何かはだから目の方がいいんかな、よくわからんけど、とりあえず詳細で、クリティカル率が40% で、強いかはよくわからんけど、こんな感じですね。でスキルクールタイムの減少っていうのをなんか武器につけたら強いって言われてるので、ここは変えていこうかなと思ってます。とりあえずちょっとオプション変更やっていきたいんですけど、そうやな、オプション変更やっていきたいんですけど、やっていくかで、前回この足はオプション変更で完璧になったので、多分これで問題ないかなと思うんですけど、まずオプション変更を見てみますと、オプション変更のやつが139で、上級が112枚で、オプション数値変更が10枚あるので、これが現在設定しているオプションの種類は固定し、数値だけランダムで再設定やから、この足のやつはダメージ減少と近距離と遠距離の完璧な装備ができているので、もうこれの、オプションの数値変更を使えばいいかなと思って、合ってんのかなこれこれで上級オプションとかだったら結構ありがたいんやけど、ちょっとやってみるか。初めて使うんやけど、この上級、オプション数値変更って初めて使うんやけど、やってみるか。近距離ダメージ、これ上級にはならんのかな。でも強くなったなこれ近距離が 2% に上がって、ダメージも 2% に上がって、遠距離もこれ完璧やな。もう一回戻って、まだ操作が慣れてなくて、近距離 2% で、これでもう一回やってみたらいいんか。これ上級オプションとか出てくれるとありがたいんやけど、これで遠距離が 3% になって、ダメージが 1.7 で近距離が 1.9。 なるほど、遠距離がそうやな、でも 3% 減少やから、これは上級の方選ぶやろ。これでちょっともう一回やってみようかあれちょっと待って、これもったいないかな、使い方もったいないかな。遠距離ダメージ、いやダメージ全部を上級にしたいから、ちょっともう一回やってみようか。これは
ダメですね。遠距離 2% あでも遠距離 2.3 でダメージ あんま良くないなって前のオプション選択で、もう一回やってみるか。あれあ遠距離が 2.9 でダメージ 1.、 あーだから近距離が 2.4% 減少か。あーこれまあバツの方が強いかな。まあ、とりあえずちょっとよくわからんから一回置いといて、とりあえず武器のオプション変更で、上級オプション変更、これで、最低1個のオプションは上級オプションで確定され、残り1個のあじゃあ残りのオプションと種類が ランダムに設定されるから、ちょっとこれでスキルクールタイム狙っていこうかな。あこれで あいきなり強いの来ちゃいましたね。スキルタイム、1.2 秒減少プラスダメージ増加が 9.1、 これ強くない？攻撃力が微妙やけど、まあでもこれはただ全スキルクリティカル率が 7.2、 どうやろうこれ、あんまな、どうやろうなこれ今のが強いかな。じゃあもう一回やってみるか。ちょっとあんま納得しないから変えてみる。いやでもスキルタイムどうやろう、まあいいか。変えていって、ダメージが 12.4 増加と、全スキルダメージが、そうか、ちょっとこれいいと思うのでちょっと変えずに、ダメージ減少 12.4 と全スキルクリティカル、まあ、クリティカル率が欲しい。これでも悪くないような気がするな、まあ、よくわからんけどさでダメージ 12.4 になったら攻撃力は変わんのかな。あ149,000、あなるほどね。もう一回変えて、もう一回変えてみるか。上級オプション変更、全スキルダメージが 9.0 で打撃時回復が 2.3 で、ダメージ 9.6 か。これ微妙かな。もう一回、やってみて、攻撃力が 2000、 これは弱いな。前のオプション選択でちょっともったいない使い方してる気もするけど、基礎ダメージと全スカこれ弱いなあちょっともったいないな。あ一定、あえ強ない、打撃時一定確率で 2.9 回復と、スキルクールタイムが 1.4 減少とゲイルエッジが微妙やな。ただこれ一応キープするか。まあスキルクリティカル率がやっぱ強いからな。どうなんやろこれ全スキルダメージこれ弱いな。まあ上級オプションはまあオプション変更でどうせこの青いのに変えれるからな。ダメージが10、あこれも弱いな。あまりなんかうまいこといかんな、ダメージが13、まあ、弱いな。スキルクールタイムと打撃時とダメージ 8% 増加、これもあんまりですかねじゃあもう一回やってみようか。スキルタークールタ、これはあんま良くないな。ちょっと待って、上級オプション全部使っちゃったんだが、まだ1個残ってんのか。全スキルクリティカル、あこれ強いぞ。あれこれ強ない、ちょっと待って、強ないこれ。オプション変更で、全スキルクリティカル率の上級オプションと、しかも 9.7 ってこれやばない、やばいな。打撃時一定確率で 2.8 回復、まあ、これは微妙な気もするけど、まあ、全スキルクリティカルダメージも 19.3 あるが、これ文句ないな。で現在設定しているオプションの種類は固定し数値だけ変わるから、まあ、これもう武器完成やな。これ悪くないやろ。クリティカル率が 9.7、 もうこれの時点で強いから、打撃時一定か、まあそれ、まあ、クリティカルダメージも強いし、ね、よしこれ完璧、よし、武器は完成しました。であとはウッキー装備をちょっと見直しをして、オプション変更で、まあ、普通の剣がいっぱいあるので、まず中毒時間っていうのが弱いから、これをちょっと変えていきたいな。あんま良くないなゴールドあんま良くないからな。フリーズ時間これも微妙やな。ちょっと気に入るまで無言でやってみたいと思います。状態異常はちょっと良くないなストーム、あゴールドは良くないな。あれこれ闇が深いな。体力防御、あ弱いな。あれ装飾品のオプション変更闇が深い、もしかしてこれ結構闇深いなもう、いやちょっと微妙やな。今のもう今のでいいかな。スキルクリティカル 1.1% であんまよ悪くないからな。
弱いな。あ、もったいないな、剣が。あ、ストームリーパー状態じゃいらんから、クリティカル率が 0.8 と、まあ、中毒が弱いやろ。あ、フリーズ時間弱いな。あれ、これもうウッキーこのままでいいかな。あんま悪くないかな。あ、中毒時間ってなんやろうな。正直ストームリーパー 4.5% 悪くないと思ってて、あ、闇が深いなこれ。あ、クリティカル率があるからこれちょっと変えるのやめとくわ。ただ指輪見てみると、ストーン、まあ、これもちょクリティカル率のように変えた方がいいんかな。フリーズ時間が 2.5% 短縮。あ、そうやな、これなんか最初作った時ってもしかしてこれ上級オプション2個固定されてんのかな。たまたまかな何も変えてないんやけど。あー、クリティカル率が 1% 増加と中毒、あ、弱いな。ちょ、装飾品に関してはちょっとよくわからんな。フリーザ弱いやろ。ゲイルエッジ、あ、弱いな。ストーム、どうやフリーズがな。あ、ゴールド弱いやろ。ゴールドはいらない。あー、弱いな。ちょっと無駄な気もするけど、ゴールド、あれ、これあんまいいの出ないのか。あ、防御力とスロー、あー、微妙やな。あ、状態、あ、状態以上あかんわ。あー、ストームリーゴールドいらないって言ってるじゃないか。弱いな。ウォルク X ダメージ、防御力、うーん、あんま強くないな。クリティカル率が 1% で、基礎攻撃が 3.8。あー、日本攻撃、あー、フリーズ時間、あー、分からなくなってきたな。ちょっと闇が深いなあ、スロー時間もいらんやろ。あ、これ無駄に使ってる、もしかして。あー、クリティカルダメージが 9.5% 増加、体力が増えて、ストームリーパーが 4.8。 あ、ストームリーパーはこっちの方が強くて、クリティカルダメージがある。あ、これちょっとこっちの方が強いな。体力がちょっと微妙やけど、ちょもうちょっとやってみるか。あー、攻撃力、あ、あんま良くないな。ちょっと待ってさっきのやつが、あー、ストームリーパー3、え、ちょっと待てよ。あー、ストーム、え、これなんか変わってる。ストームリーパー3、え、あ、もうかはい、これちょっと待って、あ、さっき変わってる、え、足くしくってるか。あー、あれ、これミスったか。あれ、あー、ミスってるな、これ最悪や。あー、オプションがちょっと変わってますねあれ、弱くなってるんだが、ちょっと待ってくれ、これやばいぞ。あ、違う、あ、ちょっと待てよ。動揺してるとやばいこれ。あー、ちょっとまずいなこれ。クリティカル率が 0.9%、 ストーン、あー、弱いな。あー、ストームリーパー 3.8、 いや、クリティカル率が、あー、増加できそうだめ。いやー、分からなくなってきたな、ちょっと待ってくれあー、防御力いらないな。あれ、あー、フリーズ、やばないこれ。クリティカルダメージ、あー、クリティカル率が 0.9 で防御力いらないやろ。クリティカル率とクリティカルダメージ、あ、これいいな。あ、これにしとくわ。これで、クリティカル率とクリティカルダメージと基礎攻撃ダメージ、これでオプション変更したらいいやろ。これで、あ、これでクリティカル率が 1.5% になったら、これ完璧やろ、文句なしやろ。クリティカル率とクリティカルダメージと基本攻撃だ、これ問題ないな。で、これが、あ、ストームリーパーとクリティカル、これちょっと変え、やっぱ変えなあかんな、あんま強くないからな。オプション変更で、ストームリーパーとゲールエッジ、あ、あんま良くないな。あ、基本攻撃と中毒がいらない、ゴールドはあんまいらないやろ。クリティカルダメージ、ゴールドはいらないから、あー、中毒やばい、これ闇が深いな、すごいやばいなこれ。ゲールエッジ、とりあえずクリティカル率が来たらそれを上級オプションに変えればいいんかな。あ、クリティカル率と、あ、でも状態異常がいらないからクリティカル、あー、いや、微妙やな。あー、クリティカルダメージ、いや、微妙やなクリボルテックスクエア、あー、あんまりな、クリティカルダメージか。あー、クリティカル率とゴールドはいらないから、基礎攻撃クリティカルダメージか。なかなかこれいいの出ないな。あー、クリティカルダメージ
クリティカルダメージ、あんま良くないな。これ闇深いな、すごいわこれ、フリーズ体力あーゴールド獲得率もいらないから、クリティカルダメージ、あクリティカルダメージと攻撃速度防御力でも弱いよな、弱いよな、さすがに弱いよな。あークリティカル率と状態異常はいらないからな。クリティカル率ってもちろんマシな、あーあんまいいの出ないな。あークリティカルダメージクリティカルダメージ、あーこれひどいな。あークリティカルダメージ、あーくあクリティ、あこれいいな、ああーいいのに出会えたかもしれん、ゲールエッジが4点、ゲールエッジはも強くないんやけど、まあ、クリティカル率が 1.3 パーやから、あー、まあ、これにしとくか、あちょっとよくわからんけどとりあえずこの2つは完璧で、あとこれだけか、フリーズこれ全然ダメやから、変えていって、あーゴールドか、既存コンビダメージ、あーちょっとこれもちょっとね、何回かやって、あこれゲレッジクリティカル、あーあんま良くないなあんま良くないな。基本攻撃ダメージ、クリティカルダメージ、いやークリティカル、あクリティカル率が欲しいから、あストームリーパ ー, あークリあーあんま強くないな。すげえなこれ、闇深いな、でよくわからん、どれがいいのかがさっぱりわからんから、あただりあえずスローとか微妙っていうのは分かってるんやけど、ゴールドもな、あこれ強い、でも中毒時間か、あんま強くないな。ただストームリーパー 3.5、 あー中毒、いやあんま良くないよな、使えないよな。あースロー、なかなか3つ合わせるのはやっぱ、あクリティカルリーとフリーズがいらないんだよなあなかなか合わせるのが難しいですよね。あでもこれ攻撃力とゲールエッジとクリティカル率、あこれ悪くないな、クリティカル率よしこれにしとこう、これを上級オプションに変えて、あれ変わらない、あもう一回変えて、あクリあまあクリティカル率が欲しいよな、ゲールエッジ微妙やから、あなるほど、あ上がらないのか、これ 4.4 で5000で、あそうやかな、これこっちの方が強いな最後ちょっと一回変えてみるか、あー変わらないのね、なるほど、まあいいでしょう。まあクリティカル率全部揃えることがゲルエッジができたし、まあちょっとよくわからんけど、まあそんな悪くはないのかな、これもまあ満足はしてるし、とりあえず右側は終わりで、左もまあ終わりで、あとここら辺ですよね。まあダメージと遠距離はあるんやけど、そうやな、ダメージ減少これもそうやなあ近距離体力、とりあえずちょっと ここら辺変えてみるか、防御力じゃなくて、まあ、近距離遠距離ダメージで合わせたいから、まあ、そこをちょっと狙っていくか、まあ、ちょっと何やってるのかよくわからなくなってきたけど、ちょっと変えてみるか、あでもこれ闇深いなさすがに、あ合わせるのは非常に闇が深いな、前のオプション選択で、あ体力ね、ちょっと無言でやってみるか、あ、まずい、あ、変えちゃったあ、まずいまずいまずい、あ、2回押しちゃって変えちゃった、あ、まずいな、ちょっとやっちまったな、あ、最悪やあ、スロー時間、ちょっと待ってこれやばいぞ、戻さんかった、まずい、中毒時間、あ、スロー、やばい、前のやつに戻すの、あ、ダメージ減少とフリーズがいらないんだよな、ただ悪くないからちょっとキープしておいて、これで、あ、ちょ、まずいな、前より悪くなってるんだが、いやそうか、フリー、あーそうやな、こっちの方が強いな、近距離と防御とダメージ、まあ悪くないな、あー来た、いや来てないか、あダメージが 1.8 上で 2.、防御力 2.3、まあこっちの方が強いかな、スローも微妙やし、あーまあ、ミスった、2回押しちゃったやばいやばい、もう完全に無駄遣いしてるなこれ、まずすぎるわ、あー変えて、まずいまずいまずい、これあーやばい、剣がなくなっていくぞ、
ダメージ、体力、近距離と、微妙やな。体力、遠距離と瞬間移動、ダメージと移動速度、いやちょっと待ってくれ、やばい、フリーズ体力、あれどんどん悪くなっていってんな。フリーズあかんな。近距離と防、いやーもうよくない、防御力、あー2回押しちゃった。中毒、近距離とダメ、あ、まあ、これにしとくか、まあ、ちょっとよくわからんし、とりあえず近距離ダメージが 2.7 でダメージ減少、まあ悪くないか。スロー時間、うん、やっぱり3つ合わせるの難しいかな。やっぱりこの辺にしとくわ、やっぱり。ちょっとよくわからなくなってきたし。とりあえず、武器装備に関してよく、上出来で武器もちゃんとできたから、もうちょっと、今やってた、買おうかな。じゃあ何やったっけ。これかな。まあ、ダメージ減少と近距離が、まあ、上級オプションになった感じで、まあ、この感じでいいかな、もう。正直もう変えるところがあまりないので、これでね、今後頑張っていきたいなと、思います。はい、何かしらちょっと何か指摘があればね、教えてもらえればなと。